痛いっすねとかですね女子高生までだろもうその年ではとかアマ天寺に放り込むとみんな勝手なこと書いてるの永 <laughs> さん50代女性です妹の会話が漫画庁で嫌です私も妹もいわゆるアニメオタク私は現在50歳でイラストレーター妹は48歳で会社員をしています壁から半分顔を出してジー っていうふうに口で言ったり、顔を背けるときにも、プンっていうふうに擬音を出したりですね、笑うときは、クスクスと言うそうです。はははとか、文字を読むように笑うと。いきなり、ほっぺたを叩かれ、虫が止まっていたからっていうふうに言ったりですね、いきなり、エイと突き飛ばすなど、妹は漫画の表現を実際にします。48にもなってですね。なんでそんなことするのと聞けば面白いからと答えました。私や周りの人間も、漫画のように面白がってもらえると考えているようです。まあ、妹は受けると思ってるんですね。職場ではゲームやアニメの好きな若者に、 神と呼ばれて楽しくやってる。とのことです。親戚の法事や他人の前ではだいぶ抑えてはいますが、私も最近年を取ったのか、この妹の行動や言動が嫌で嫌で仕方がありません。注意をすると、私はオタクだからと言いイライラします。妹にその口調を直せというのはおかしいでしょうか私が気にしすぎなんでしょうか ということですね。痛いっすねとかですね。女子高生までだろ。もうその年ではとか、甘寺に放り込むという、みんな勝手なこと書いてるの。<laughs> ま、こういうふうなものを書いたときに、こう、どこの部分を気にするのか、僕にしてみれば、例えば最後に私が気にしすぎなのでしょうかとか、口調を直せというのはおかしいでしょうかというふうに書いてるので、そういう部分引っかかっちゃうんですけども、あの前にですね、朝日新聞の人生相談のコーナー、 担当してたんですよね。3年ぐらい前に辞めたんですけども、まあ、まあ、割と自分でもお気に入りの仕事だったんですよ。一時期ですね、この朝日新聞の人生相談、月に1回ね、回答が回ってくるんですけど、回答を作るのかでですね、ブレインストーミング制度っていうのをやったことがあったんですね。まあ、2、30人ぐらいを1箇所に集めて、会議室に集めて、新聞社から来た相談文をプリントアウトしてこうみんなに配るんですね。で、全員に配ってですね、僕はホワイトボードの前に立って、で、とりあえず思ったこと言ってみてとか、こういうふうに言うんですよ。すると、大体、まあ、2、30人、 まあそれなりにですね、こういうことが喋りたいというような人を集めてるんですけども、最初の5分間ぐらいはやっぱりその第一印象っていうのかな。 まず、こういうふうにしたらいいのってみんないきなり回答から入るんですね。答えを言っちゃうんですよ。こうすればいいと思うこうすればいいと思うこんなふうに言ってやればいいっていうふうに言うんですけども。まあ大体、それって、2、30人が全員自分なりの答えだと思うんですけども、3、4種類ぐらい出るとね、パターンつきちゃうんですよね。例えば、そんなの気にしなければいいんだよとか、あと、ガンと言ってやれというのは、言い方が違えど、2、30人集まってもですね、せいぜいパターン4種類か5種類ぐらいなんですよ。これがまあ、まあホワイトボードに僕それを書いていくんですけども、 まあこのパターンが尽きた頃から第二段階に入っていくんですね。そもそもこの人は何を聞きたくて新聞に質問してきたんだろう。まあこの場合で言うとですね、この江永さんはそもそもこの人は僕に何が聞きたくてお便りフォームを寄せてきたんだろうと考え出すのってある程度他の人の意見っていうのが出てきて それを自分も聞いて一回落ち着いてからなんですね。ホワイトボードにまあまあまあ書き出しました多分だから今だったらこれだったらほっといてもいいんじゃないかとか、48で痛いですねだったら回答にならないので、じゃあどうすべきなのか、どうすべきなのかっていうのをホワイトボードに書いてると、みんなそれをじーっと見てると、だん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 考えるようになるんですね。で、考えたら、それでもやっぱり最後の一文に引っかかるんですよね。妹にその口調を直せというのはおかしいでしょうか私が気にしすぎなのでしょうかそうすると質問の人も、 この回答を望んでるわけではないんですよ。私がおかしいのですかって言ったらおかしいですよっていう返答を望んでるわけではないんですよ。これはやっぱり妹変ですよねとか。会社でなんかそれなりにやってるみたいだけども、私がこれにイライラするっていうのは別に変なことじゃないですよねって確認のための疑問であって、この部分にやっぱり答えても割としょうがないと思うんですよね。だから気にすんな、しすぎだよ気にすんなで相談所を納得する答えになるはずないんですけども、 なんでこんな質問部で締めくくるんだろうということをもう二三十人みんなで一斉に考えるわけですね。その次のステップで現実的な問題点の掘り出しというのをすると。例えばその親戚の前ではそれしないわけですね。抑えてるから、実はこの妹さん48歳といえども、まあみんな今聞いてた多分あの痛い人だと思ったと思うんですけど、社会的に全然問題ないんですよ。実は妹側から見たら問題ゼロなんですよね。 だって抑えれるんですから。会社ではうまくやってるわけですから。それはまあ、どんな風に神とあがめれてるか知りませんけどもですね。そもそも妹にとって、このお姉さんが悩みだと思ってることを直す理由は何もないんですよ。言っちゃえば、お姉さんだけ、お姉さんには素の自分を見せてるのに、お姉さんだけイライラしてくると。 私も誰にも彼にもそんなことやってるわけじゃないって48人もなってって言われるけど、ちゃんと会社でも抑えてるし、親戚の前でも抑えてるじゃんっていうふうに思ってる。つまり、妹から見たら、なんかトラブルの原因はお姉さんなんですね。怒りっぽいお姉さんなんですよ。ところが、江永さんってこの相談してる人から見たら、妹に問題があるというふうに見えるじゃん。双方、姉に問題がある、妹に問題があるというふうに見えてるところが、このトラブルの原因であってですね。なので、 答えとしてはもう別居しかないんですよ、僕が思うに。50のお姉さんと48の妹が同居してたら、そらなんかね、喧嘩にもなるから別居すりゃいいんじゃないですかっていうのが、もうここしか、僕が思う答えないんですよ。もうあとはこの別居しかないっていう答えに、どのようにして納得してもらうのかって話になりますこの別居しかないっていうのは、 え長さんもう分かってるはずなんですよ。もう分かってるはず。でも踏み切れないのは、ここなんですよ、ね。最後の一文でですね、私がおかしいのでしょうか、気にしすぎなのでしょうかって聞いてるのはですね、どっちが悪いかはっきりさせたいんですよね。これもね、あの、女の人の相談あるあるで、現実的な対処の方法は分かってるけど、その前に一回、どっちが悪いのか、岡田先生はっきりさせてくださいって。いや、僕別に権威でもなんでもないんですけど、やっぱどっちが悪いのかっていうのをはっきりさせたいって気持ちはある。 でしょうね。答えは簡単なんですよ。じゃあ、どっちが悪いのかというふうに聞かれたら僕の答えシンプルですよ。常識のない妹が悪い。それに決まってんですよね。それシンプルなんですけども、ところがですね、じゃあ、あんたが悪いんだからっていうのを縦に取ったら、別居するとき、するときのプロセスで、 交渉ができなくなっちゃうんですね。話し合いが進まないと。なので、それは妹が悪いですよと、と僕は思います。で、別居しかないでしょう。でも、お姉さんの方が悪者になって、私がもう限界だから、もうあの、悪いけど別居させてっていうふうに言うしかないと、落としどころとしてはそうだろうなと思うんですよ。どっちが悪いかというと確実に妹が悪いんだけども、でも、妹にしてみたら、 別居したい理由何もないんですよね。お姉さんが我慢してくれればいいだけだというふうに思ってるから。お姉さんの方だけがもう限界だと思ってるんだから、もうここは悪者になって妹に頭の一つも下げて、あんたが甘えてるのはよくわかるんだけど、もう私限界だから悪いけど別居させてっていうふうに言うしかないだろうと。だからもうあの、 説得とかですね、その説明じゃないんですよね。もうこの段階で人のは、あの、交渉なんですよ。い、いかに妹を追い出すか、もしくは、江永さんの方が出ていくのか、とりあえずどっちでもいいですよ。あの、江永さんがそんなに嫌で、そんなに限界なんだったら、あの、多少自分が損だと思っても、損を被って、まあ、自分が出ていくの方が平和だと思いますけどもね。サイコパスの人生相談って言ってるのは、これあの、完全に理屈だけで、 作った答えなんですよね。まあ、漫画で言うとネームみたいなもんですか、ネームとか小回りみたいなもんで、論理性だけで作ってるやつで、で、ここにですね、どんなキメ顔を見せるのかとかですね、どんな表情を書くのかで、漫画の面白さって出てくるじゃないですか、説得力っていうのも出てくるんですけども、その辺ね、僕は不得意なんですよね。どんな声で言ったらいいのか、どんな言い回しで言ったらいいのかっていうのよくわかんないんですけど、基本的には、もう私無理って言ってですね、妹さんにですね、交渉するのがいいと思います。